というと、まず物理的に世界中でお金をたくさん揃えてます。大きなものを買うときに商品ではなくて自分の資産と捉えるとすごい面白い視点ができるんじゃないかな。お金を生んじゃなくて信用だったり愛だったり自分の好きなことだったりっていうのを一生懸命持っている人、なんとなくすごい怪しそうなことをやっている、でもなんかこういう楽しそうだなみたいな人が僕はすごい今後の価値が高まっていくんじゃないかなと。長々と喋ってしまいましたが少しでも読み取れば幸いです。ありがとうございました。